で、すげえ口悪いやん。正直焦ったよ、それより 左手ではなくて右にしてる理由は、薬指がどうして気になるんだろう、あの日恋は終わり。その左指のリング、左指にしてるリング、左手にしてるリング、 NMB さんの好きすぎて ずっと聞いとる。右にしてるリングか。右にしてるリング大好きなんですよね。あと、ね、切ってる NGT さんのあれも、しそうでしないキスみたいなのもめっちゃ好き。しそうでしない、あなたのキスはどう落ち着かず思わせぶりでっていうのがあるんですけど、好きすぎて一時期そのってもうそういうあれなんですよ、なんか依存体質じゃないんですけど、もう一回ハマったらもうとことん聞くんです。だからもうしそうでしないキスなんてもうずっと聞いてた。まあ今でも聞くけど、ダウンロードしてる。皆さんもぜひ聞いてみてください。しそうでしないキス、めっちゃいい歌。マジで好きなんだよな。やりたいもん。本当に歌。NMB さんの曲もね、結構入れてますね。恋なんかのサンキューとかも好きすぎてやばいもんね。いい歌。めっちゃいい歌。恋なんかのサイン。なんでさっき歌ったかというと、普通に帰り道、家に着くまでの帰り道に、家に着い帰るときイヤホンしてて、その最後の音楽がそれだったっていうだけです。だからさ、今なんかさ、別に髪長いのも自分で好きだったけどさ、この長さ好きすぎてさ、好きなんだよねっていう話をメールでも書いたんですけど、もう今の長さ好きすぎてもう聞いて大正解って感じ。メイクさんにも言われた、聞いて正解って。もうこんな切りました、これぐらいだった。なんかこの間の幕張のさ、あれのオープニングが新衣装だったんですけど、リボンだったんですね。そのカチューシャだったんです、髪飾りが。だからこの長さにめっちゃ細かくウェーブしてが可愛すぎて、なんか本当はなんかアレンジとかしようとか思ってたけど、それはもう可愛すぎて普通に巻き下ろしにしました、カチューシャで。今日めっちゃピナに褒め、なんかピナとメイクさんにすごい可愛いって言ってもらって、ピナーがなんか亀子の人が撮った写真可愛すぎて保存しましたもんって言ってくれてました。ありがとう。
そう言ってくれる。最近はピナとのね距離感がね近くて日々楽しいです。なんかすぎょーいすぎょーいって言っちゃった。カチューシャね、ソノとサイちゃんだけだったんです。福岡でそのカメラして、あ、福岡もあるんだ、カメコ席。あー、クマありがとう、リコちゃん。ピナ今日前髪めっちゃ時間かかってて3回ぐらい濡らして乾かしてやり直してたよ。切りすぎたみたいな。セットしてうまくいかなくて切ってっていうのがずっとやってた隣で。そう、もともとね、ナッピもカチューシャ、ナッピとそのとサイちゃんがカチューシャ組だったんですけど、ナッピが普通の髪型に変えたから、そのとサイちゃんだけがカチューシャになった。だからそのカチューシャをエミリーさんがつけようよみたいな話だったけど、絶対似合わないって。かわいいクマありがとう。パジャドラ制服で行きました。あ、わかるよ、そのコメント読む、それちっちゃくてね、こ別に見えるんだけどね。もう飾る程度しか公園見れないとか寂しいね。今日誕生日なのっておめでとう。だだだだ、すごい流れていくよ。レモンさんおめでとう。公園制服で行くの憧れやな。制服っていいよね。制服着てると無敵。的になったけど、そんちゃんショールームめっちゃ久しぶりこの間やったよ、マジで。最近卒業前にランダム頑張ってそんちゃんの、 ありがとうございます。23日の佐賀のイベント来る人どれぐらいいるんだろう。どれぐらいいるんだろうか。なんかちょっと詳細出てた気がする。多分。ちょっとだけ出てた気がするよ。詳細。見てみてね。みんな来てくれますか。その初めて久々ぐらいの外での一人イベントなので不安です。なのでみんなが来てくださいなのでみんなが来てください、そのお支えに逆にありがたいというかね、このタイミングでなんかそういうイベントがあるのが。なのでお待ちしてます。悩んでる方とか、なんかそういえば日曜暇だわみたいな人、ぜひお待ちしてます。お友達も連れてきてください。
怒っちゃうよ、来ないと。来てねー雑来てねー。23日、距離近そう、知らんけど、なんか勝手なイメージですけど、距離近そうじゃない、知らんけど、知らんけど。ね、今日のリップの色かわいいよね、いつもより明るいピンクって感じで、なんか あんまりね踊っ歌って踊ってないそのに会う機会がもう結構限られてきているので、こういうイベントにぜひ来ていただければと思います。なんかみんな気にしてるけど、マジで気にしてるの自分だけ。待ってまーす。幕張の話でもします。幕張は、まあ、新章から始まり、なんだろう、結構なんて言いましょうか、何話せばいいか分かんないけど、まあ最後のソノにとっての関東のコンサートだったわけですが、まあね、選抜の中にはいなかったけど、ソノはあそこの立ち位置がすごく楽しかったです、個人的に。なんか大好きな先輩方に囲まれてて、でリハの時とかもサクタベ大人列車の流れでちょっとさえちゃんが泣いてたりとか、なんかあそこで先輩方と一緒に踊れて、そのはすごい楽しかったです。なんか最近さらに距離が近くなった気がして、クマありがとう、マンさん。ああ、またくもありがとう、マンさん。君どこもね、親ちゃんが泣き出すからめっちゃ泣いちゃった。ずっとね、リハでね、あそこをふざけてたんですけど、意地悪なんですよ、ソドもシナモンさんもリコピさんもみんな小田の方を見たから小田が泣いちゃった。仲良しなんですよ、いろんな接点があって、そこら辺がリコピさんとかシナモンさんとか小田とソンって個人個人もだけど、そのグループっていうかその子たちだけでと仲良くて、みんな見るの女の子。コージーさん、クマありがとうございます。だからずっと泣いててさ、ソノもなんか寂しくて泣いててさ、横向いたらさ、その前にさ、サクタベとか大人列車もあったからさ、でそれでもみんなうるうるしてて、サエちゃんと目合って、さえちゃんもこっち側、上手側だったから、上手側に揃ってたからさ、卒業予定メンバー、
さえちゃんと目合って泣いて、エミリーさんと目合って泣いてアンコール前なんて秒で着替えて何より顔直しに行ったもんね。なんか誰よりもなんか4期生でね、期ごとに集まってたんですよ。で、歌割りじゃない時とかね、何リハの時何してたっけ、カゴメカゴメやってたの。そのが真ん中でカゴメカゴメやってたんだけど、本番もこれやろうとか言ってたのに、もうそれどころじゃなかった。え、なんかポイントもらえた、誕生日がポーポチートクロップ現在なんかもらいました、ありがとうございます。かわいい、何それ、ありがとうのぞみさん、何これ、ハロウィンバージョンの雲みたいな、ありがとうございます。ありがとう、ね、え、かわいい、ここにいるの、ありがとう。じゃあみんな雲ありがとうございます。どこでどうしちゃったんだろう、私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聞きながら泣いて、こんなのこの今の空でも、ね、誕生日だね、その22歳になっちゃうよ。あと水彩画をやりましたね、初めて。マヒさん、マヒさんめっちゃ緊張してて可愛かった。緊張しますかって言った、緊張するって言ってた。うちおもろいのが、途中途中こうやってつながるじゃないですか、あれ水彩、あの画用紙をねイメージしてるんですよ、額縁の。それを何のリハやりにリハよりもやりました。もうちょっとここを描くの、四角形に見えないって言ってめっちゃ頑張った変なとこで、なんかね、最後映像の演出が、最後のこれが水彩画になって終わるっていうね演出だったんですよ、まあ、仮の画面で。最後ダーンって終わって、それが水彩画に変わるみたいないうねやつをやったんですけど、あれを事前にメンバー集まって写真撮ってたんですよ。だからなんかソノが卒業発表した後に、昼夜の間でみんなひまわり組が集まって劇場で写真撮ったんですよ、わざわざ。すごくないですか。でもなんかその時の写真撮る時がマジで楽しくて、ずっとみんなふざけてて、なんかもうひまわりの水彩が毎回がさ、最初で最後のメンバーでやってきてたからさ
なんか悲しいねって言って、なんか別に劇場で披露してもないのに、これ水彩画の写真撮り終わった後にみんなで並んで集合写真撮りました。仲良し。ありがとうございます。RKB さん、熊ですかね。幕張の話はそんなもん。あと3-2出たね。なんか何かとその毎回3-2やってるんだよね。いろんな場所で。ささやるような声も。なんでなんだろうね。君の子ってさ、別にさ、どちらかというとさ恋愛の曲だけどさ、なんか君の子っていい歌だよねマジで。本当に眠たい、どうしよう。わかる。メロディーがなんか寂しくなるよね、曲調がね。最近寝てる日と寝てない日の差が激しすぎて。公園お疲れ様、自分も今帰り着いた。あん HKT の列車曲、かゆ、マジで髪良すぎる。レッツゴー。トゥ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 、最強最強。洗濯物挟むやつタオル取り込んでそのままにしてた。まあクラス替えもねありましたけど。ああ、るかちゃん、グマありがとう。まあ私はねクラス替えをした時にはもういないんですけど、楽しみですね。 H も K も。どんな色を見せてくれるのか。でもなんかすっごい切なくなりました見てて。割と今回の新チーム
新芽が離されてるので、まあ心配な部分もみんなあるだろう、不安だろうし、そもそも T2 がね一回ちょっと、まあ、しょうがない、誰のせいでもなくしょうがないけど、 T2 がなくなっちゃうのだし、うん、他のグループって割と頻繁にね、組閣って言ってやってるけど、博多は本当にやってなかったから、クラス替えを。だからこそそのチームの色が強い、チームカラーが強いというか、それぞれの HK42 の C もなんだろう、各々のねつながりとかも結構ねあるから、まあ、しょうがないし、みんなもやらなきゃっていうのはメンバー自身も分かってたけど、いざやるとなるとちょっとね、なんか同じグループにいるとしても離れ離れになるのはちょっと寂しさはありますよね。みんな大丈夫かなっていう、でももうみんなもうガラス側の覚悟はしてたつもりではあったけど、よく話してたし、けどいざね急にそうなるとっていう話ですよね。コバヤンさん、クマありがとうございます。まあなので今のチームを見れるのも最後なのでね、終わりがなんだ、一旦スキルがあると分かってたらね、ここまでにいっぱいに行こうってできるから、たくさん劇場に遊びに行くてください。皆さん周年もあるんでね、劇場公演が少なくなると思うんですけど、リハ尽くしたからマジで覚えること爆発なのでね、いや、パジャドラでも卒業、パジャドラで卒業発表はそうそうないんじゃない、わかんないけど、渡航の日は暑くないの、全然暑くないです。いやマジでそのドラマを見ないんですよ私。でもサイレントの動画見てマジでうわこれ1話から見ればよかったとか思うけど、やっぱそんな何テレビを見る時間がないので結局見ないし、録画しても見る時間なくて見ないけど、けどマジであれは見たすぎた、ちゃんと1
1話からってことは今10時ってこと、あと30分だね。いやめっちゃいいよねあれ、なんかもういいよね。でもテレビを見る時間がないんだよ、ゆっくりずっと座って見るってのがね。あなたの胸に抱かれるのなら TVer で限界したらわからない。見よっかな、でも入んなきゃいけないもん。理想の二人まで分かったね。卒業する実感がない。わかります。キャン、ありがとうございます。クマ、シューマニアさん。何みんな持ってんの、その旗みたいなやつ、何これ。なんかアバターもらえた。そうなんだ。どうやってもらうんだろうねこれ。え、これソノなの？絶対ソノじゃないよね。アバター、すごいね、ありがとうございます。ソノを選んでもらえたなんて、私ありがとうございます。これギフト投げるとメンバーの名前が入ったアバターもらえる。あ、みんな顔同じなんだ。なるぽよ。キャークもありがとう。マンシュさん。あれか、HKT カラーだもん。男の子と女の子バージョンが、へえ。今横になったらマジ秒で寝れるかもしれない。ジャンヌダルクの旗みたい。確かに。ドゥルルタタッ、あー、クマありがとう。やぽんちゃん誰かからまよ、イヤホンしてるけどカラオケやるのやりません。音が悪いのでイヤホンしてます。そうなん、バターもらえた。ほら、なんかまたポイント貯まったんだけど。誕生日だから、お誕生日おめでとう。早い。なんなんだろうねこのポイント。かわいい、 HKT のタワーだ。横に花火ついてる、すごい。ありがとうございます、ボンドルさん。かわいい。
花火ついてる。花火がついてるよ。わあ。最近友達の喋り方、友達の喋り方っていうのは変ですけど、なんか友達が変な喋り方するんですけど、それが周り全員に移ってき始める現象が起きて、なんか手もでもいい曲すぎてさ、手もでも聴いてるとすっごいななんか泣きそうになるんだよね。わかる？この現象。そのずっと好きでグループに入る前から手もでもが、でなんか普通に公演パジャドラやるじゃないですか、手もでもなんか なんかいい曲すぎてほんと泣ける。いい曲すぎません？わかる？この気持ち。びっくりするぐらいいい曲じゃないあれ。びっくりびっくりよ。泣いてもいいんだよ。そりゃ。全然泣けなくて。ちゃんしたことないよ。そうなの、最初のコンサートもサンパレスで最後のコンサートもサンパレスなんです。すごくない？運命ってやつ、運命ってやつじゃん絶対。そうね、サンパレスでサンパレスでいろいろやったもんね。懐かしいよね。ねえ、私だけ。誰とやりたかった？でも日向とやりたかったな。なんか一回やりなんかでやりたいねみたいな話したけど、結局やることなくお互い卒業するんですけど、もう日向はしたんですけど、マキちゃんともやりたいね。ユエルともやりたいね。サヤさんともやりたい。エミリーさんともやりたい。受胎やりたい人ね。あなた元気かな。マーチンブーゼした二つ目の街。ねえわかる？髪の長さ好きすぎるんだが。あれもそのちゃんと手間でもした。やろう、こうやって回ろう一緒に。ドゥルッ、
今日から練習始めますよ。降り始めた細い夜が君らの頭上を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋、待ちに抱きした二つ目のロジー。でも意外にむずいんだよね、手もでもって。声もかけられないまま舌を抜いたら、あずさには泣いていた。もう一回ポンポンしたいです。もうポンポンする日は多分ないですね。そうなるので皆さん悔いのないように来ていただ。チームピンクは復活しないかな。もう全員ないもんね。やりたかった曲いっぱいありそう。うん、いっぱいある。やりたかった曲、やりたかった。でもいや、自分がやると話変わるのかな。好きな曲はいっぱいだけど、やりたかったって言われるとむずいか。あくびがね、ちょっと。見たかった曲。何これ、ゾウさんみたいなの来たよ。すごい、満37、満みなさな、ありがとうございますの気持ちでちょっと近寄りました。ありがとうございますゾウみたいな、なんかゾウだよね、ハロウィンバージョン。何ハロウィンバージョン、おもろな顔みたいなのもありがとうございます皆さん。まあ HKT の楽曲だけで講座ね、初めてだってはね、本当に一個もないの。ウイちゃんとウラちゃん、絶対自分が好きなメンバーやろそれ。そのこの間なんかもう本当になんだろう、街中歩いててたまにいらっしゃるじゃないですか。どう考えてもそちらが避けんと通れんのに真っ向勝負で来る方いるじゃないですか。わかります、マジで真っ向勝負で向かってくる方、 なんでかわかんないけど、なんかどういう心理みたいな時あるじゃないですか。わかります、なんかマジで真っ向勝負でいるじゃないですか。その方に出会ってもうなんかそのすごい情緒がワンってなった時で、その普通に歩いててこの間ね、もうマジでボーンってぶつかられたのって、えっと思って、そうめっちゃガン見してあげやったのに、こうやってえっと思って、大丈夫と思って、でもう我が道をね突き進んでいくわけですよ、その方。でもその本当に
なんか追いかけてやろうかなと思って、ぶつかったましたよねみたいな知らない人ですけど、追いかけてやろうかなと思ってさ、でもまあそのもう急いでたからまあいいやと思って、でもそうすっごい頭に残ってたのね、その人がなんかずっともうずっとモヤモヤしてて、もう何なのと思って、なんで世の中はそういう方がいるのと思って、でもうでも本当になんかもう嫌すぎて、でもなんかこういうのでさ自分までイライラするのもなんか嫌じゃん、自分のあれで、だからめったに食べない、もう大好きだけどずっと我慢してた韓国のラーメンと韓国チキンを持って帰って家で食べました可愛くない可愛くない、もうあなたはもう普段そういう感じでねしか、なんかそう、ね、真っ向勝負で来ることをやったりか、私はそのちょっともやってきたものを食べ物で消費できるんですよっていう、私の余裕どうっていう気持ちで食べましたラーメンとチキンを。私はもうなんか、うん、自分ね、その方はもしかしたらなんかすっごい嫌なことがあってもうブワーってなってたのかもしれないけど、私はそうやっても私はもうっていう感じでした。もういいやと思って、本当にもうなんかね、何時間経ってもずっと頭に残ってたの、なんかもう何なのと思って本当に、うん、で食べましたチキンとラーメン。未だに顔覚えてるもん、その人のもう良くないよね本当に。そういう人めっちゃ見ちゃうんですよね、こうやってめっちゃそういう人見ちゃう、こうやってだからみんなはやめようね、そういうこと避けていこう。そう、そういうのって忘れられないよね。ああ、ありがとうございます、熊光一さん。あ、こっちはすごいよきよきなのに、そちらが来るから。でもそうやって自分の中でそういうのを解決できるってすごい大事なことだと思うんですよね、そういうモヤモヤを。何の、なんかすごいすごいなんかネズミが、なんかそのみたいに食べ物でもいいし、なんかそういう発散するものが、なんだろう、人にその発散を、まあね、もしかして誰かに何かをされたりとかしてそういう嫌な気持ちになった時の発散方法を、人から嫌な気持ちにされた時にまた誰かにそういうことを言ってね、発散するんじゃなくて、そのみたいに食べ物とか、まあ、運動もだし買い物をするとか、そういう
ので発散できる人がたくさんだったらね、いいのにね。まあ別にそういう気持ちじゃなくて、普通に何事もなく書く人もいるじゃないですか。ネットにね。皆さんは何でそういうのをモヤモヤをなくしますか？やっぱ食べ物とかさ、ね、食べ物もそうだし、まあ、HKT がそうでもそういう方もいるだろうし、ああ寝るね。寝るって大事だよね。マジで寝てない時って情緒ね、崩れちゃうもんね。とか日光浴びてないとかね、ちゃんと食べてないとか。ビール一択最高。そう、そういうみんなみたいにそういうのある人はいいけどね。まあそう、なんか目に入ることを分かってほしいよね。そういうなんだろう、悪いことってさ、なんか見ててね、嫌だよね。みんなも嫌だよね。そのも嫌だけど、普通にあなたのね、もし大事な人、まあ親だったりとかさ、友達とか書かれてたらどう思うんだろうって思いますわ。最近よくなんかね不思議だよね。なんかさ、まあ、まじ年齢とかは正味関係ないじゃないけどさ、まあそういうのを書く人はそのよりきっと年上なわけであってさ、あネットにいろいろ書く人ってね、まあ別にそのね、年下の子にとかそういう年齢でっていうより、普通になんだろう、書かない人の方が多いのに、まあ、それでそう、それを見て、あ、今はぶつかった人の話じゃないですよ。ぶつかった人の話はだいぶ前に終わりました。すいませんすいません、あのいろいろネットに書く人の話してます。なんか年齢じゃない、年齢っていうか、なんか普通に、まあ本人が見るわけないと思ってるのかな。なんかかわいそうじゃないけど、えって思いますよね。そのがそれを見て、不思議で、人間の心って不思議じゃないですか。なんかこんなにさ、みんなあったかい人がいるのにさ、そういうね、何数人何十人かしかの言葉の方がさ、ずっと頭の中ぐるぐるするってすごくないですか。なんでなんですかね、人間って。絶対さ、そっちにさ、みんなみたいな質問、みんなみたいなさ、コメントばかりをさ、ずっと頭の中入れればいいのにさ。なんか別、それはさ、そのたちみたいなアイドルとかにも限らずさ、みんなもさ、なんでさ、そう、ちょっとしたそういうやつの方がさ頭に残るんだろうね。不思議じゃない、人間の心理って。
別に自分でさ嫌って分かってるからならさ自分の頭から消せばいいのにさ、なんか不思議だよね。なんかあ今一瞬嫌だなってさ、なんかもしさなんか嫌なことみんなが言われたりするじゃん、一瞬嫌だなと思ったらさパーってさなくせばいいのに、なんでずっとさぐる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 さ残るんだろうね。不思議、本当に不思議。どういう仕組みになってんだろうね。なんか自分が消せばいいのにさ自分で自分のことをさそうやってさうわーってさせてるよね。もうおバカちゃんだわ自分が。許すと忘れるらしいよ。へえそうなんだ。やっぱ結局自分が寛大であれという話ですね。好きだよねー。なんで自分が傷ついたのに自分が許さなきゃいけないのよねってなるからね、また気にすんだろうね。そうそう、なんでってなっちゃう。でもそういうなんだろう、そういうことで傷つく自分も まあそういう暗い話を置いといて、みんなに可愛い写真を見せてあげるね。ちょっとこれは ID が読み取れるからなんだけど、4期のプリクラみんながぐるぐるなっちゃってちょっと暗いテンションの中に T24 期のプリクラこれでみんなが何しおもろいんだよねこれ本当に。しかもみんなねスマホケースに入れてんの可愛くない普通にその卒業発表割にもうみんなボッサボサのレッスン着のまま、撮りました。初めて4人で撮ったのおもろくないあるか、7枚ぐらい撮ったのかな。これは4枚しかないけど大事なもの。しかも誰も載せてないっていうのが可愛いんだよね SNS に今何分？今何分ですか？30分か。もう1時間もやったんだね。もう1時間もやったんだね。メール締め切り明日送りますまた。ということで皆さん日曜日のあれ来てね。来てね。みんな来てね。待ってますよ。イベント。みんなで平和な心で
まあ私たちはね、来てねん、まつげを似合がって、そのまつげ下がってるのが嫌いすぎて、ビューラーしてマスカラ下地塗って、ホットビューラーであげて、ビューラーしてホットビューラーであげて、あ、違う、マスカラしてホットビューラーであげて、時間経ってまたマスカラしてます。私のまつげは塗ってあげて塗ってあげて、でーす。最近はノーズシャドウを描くのがうますぎて、いろんな人に自慢してます。今日もユエルに言った、ねえ見てユエル、そのめっちゃノーズシャドウ描くのうまくないっていう話をしました。幕張のコンサートの時もモカに、そのめっちゃノーズシャドウ描くのうまくないっていう話をやりました。マジでうまいんだよな、そのアスターソフトしてさがいて、シャフクすごいハードスケジュール。なんかマジでうまいんだよな、やばいよ、その本当に。なのでこのお花は描いてます、描いてます。眉毛は自分が描きやすいペンシルを探す。ケイトのやつマジで描きやすいよ、ケイトの。めっちゃ安いけどめっちゃ描きやすい、マジで描きやすい。眉毛のやつ、細いやつがあるんだけど、とにかく、あとね、ここ眉山のとこにハイライト細く入れるとめっちゃ綺麗に見えるよ、顔が立体的になる。ここもね、ケイトの細いやつマジで、細くてちっちゃいやつあるんだけどね、でもスクリューブラシはついてないんだけど、本当に描きやすい。あれに出会ってそんなの眉毛変わった。あとなんかここにハイライト入れたらほうれい線目立たないらしいっていうのを聞いてやり始めた。ハイライトマジ綺麗だよね。そのハイライトはマックなんですけど、え、マジで綺麗じゃない？ハイライト、いやマジで、その初めて、え、なんじゃこりゃってなった。なんかさ、眉毛ってさ、すごい、なんだろう、ちょっとパウダーをちゃんとさしてないとさ描きにくかったりするじゃないですか、つかなかったりするけど、なんかソムの肌質に合ってるからかわかんないけど、ケイトのやつってもう普段つかないやつでもなんかね、あんまりパウダーとかしてなくても普通に描けるんだよ、ちゃんとね、色がねついてくれるんです。なのでびっくりしました。はい、ハイラインも私は描くの上手だと自負してます。のはペンシルで下形描いて、その後にパウダーで濃くしてます。アイラインはまあ日によるけど、公演の時とかはここもう全部引いてる。ピュー、目の上はしてないんだけど、インラインは目頭まで入れてる。世界ラインは書いてないんですけど、ピッて、けどここまでは書いてる。よん、以上、ソンちゃんのメイク講座でした。
ってなんだろうな、そのこだわり。涙袋はマジでがっつり線引いてるかな。シェーディングはなんかここにね、ここにね、濃い色を塗るといいですよ。ここの下って教わった。そのは丸顔なのでシュッて見せたいので、ここの部分にねシェーディングね、ここだけちょっと濃くするとね、ちょっとだけ顎がシュッて見えるよっていうのを見てやってます。だから気持ちここだけシェーディングするの濃くしてます。この辺はそんな感じです。でも割と、うん、まあ、かな、そのがやってるの。ネイルはそうやりたいけど、ちょくちょく撮影とかであるので、最近はもうグラビアをやらさせてもらうようになってからもう全然やらなくなりましたね。でもその涙袋、そのびっくりするぐらい線引いてますよ。もともとあるんだけどさ、もうこの辺まで引いてる。意外にこだわりの強い宮崎そのメイクです意外にね、ちゃんとやってるんです私も意外にね。ということでランキングを読みましょう。13位 RKP さん、ありがとうございます。12位リノノさん、ありがとうございます。11位はじめさん、ありがとうございます。10位ダグエンバさん、ありがとうございます。9位コウイチさん、ありがとうございます。8位サセボのてっちゃんさん、ありがとうございます。7位コバコバコバヤンさん、ありがとうございます。6位アオイさん、ありがとうございます。5位マージュさん、ありがとうございます。4位タカ0925さん、ありがとうございます。3位のぞみさん、ありがとうございます。2位ポンタロさん、ありがとうございます。1位これなんて読むんだろうね、マン37さん、ありがとうございます。ますます美しくなるね、だって本当？イエーイ。まあ22ちゃんになるもんでね、私もね大人になりますよ。ということで日曜日のイベントお待ちしております。次の日も公演なんですけどね。とか言ってたらそうちゃん誕生日になっちゃう無理なんだけど。時の流れは早いものですね。ということで皆さん、バイバイ。バイバイ。なんかポイント上がりました。
バイバイみんな。おやすみみんずみ、油ずみ。バイバーイ。